はい、こんにちは、スレドルドと申します。ロストジャッジメント実況プレイ、もしかしたら今回で最終回になるかもしれません。始めていきたいと思います。長かったロストジャッジメントエンディングを迎えてからもこちらの、学園ドラマの方やってたんですが、ミステリー研究会以外の部活が全部活が終わりましたので、とうとうこのミスケにね戻ってきて、プロフェッサーっていうね学園の闇を牛耳る、やつをぶっ倒そうってとこですね。まあ簡単に説明すると、このプロフェッサーってやつが、まあ学園のね生徒たちの非行行為、非行行為をまあ助長している、手助けしている存在ってことですね。まあそれにしてもね、この左に書いてある矢神の指導力って書いてますが、ターボはおかしいね。本当に弁護士できます、戦えますね、で頭もいいです、探偵できます、ダンスできます、ロボット操縦できます、ボクシングプロより強いです、バイクの操縦日本一です、写真も撮れます、スケボーも、巧みに操れます、ゲームもうまいです、そしてギャンブルもできる、そして女にモテる、やっていきましょう、何でもできる、ターボーですが、今回で最終回です。プロフェッサー誰なんだろうね。矢神さん、はい、ちょっとお時間よろしいですか。うん、進んだのかな。これまで9つのコミュニティに潜入していただき、プロフェッサーについていろいろと判明したことがあると思います。大変だったよ本当に。そこでこれまで集まった情報を整理し、事件を振り返りたいと思うんです。真相を迫るためにも。やりたい、それは確かに頃合いかもしれないな。お願いします。推理合宿と言いましょうか。がっつり時間を使って事件を整理したいので、お時間なら日中に日中に時間を動かせということらしいです。矢神さん、はい、昼にしてきましたよ。これからユースドラマの真相解明編が始まります。この知らぬ用が開始されると、クリアするまで他のイベント進行も任せてください。これがこの実況のラストだ。ああ大丈夫だ。では一つ一つの事件を振り返り、分かった事実を整理してみましょうか。まさにミスケンって感じですね。探偵業が始まる。うわっ、すげー、いいねー、いいね。これは面白い。なんかめっちゃぶつかってるけど、はいはいはい。じゃあダンス部行こうか。懐かしいね、ダンス部。高梨舞香、裏サイトを通じてパパ活をしていた女子、うんうん、パパ活女子ね。調査の結果、プロフェッサーの裏サイトがダークウェブに実在することが判明した。生徒たちは専用のブラウザをインストールし、ダークウェブにある裏サイトにアクセスしていたようです。つまりこのことから、プロフェッサーはネットワークに関する高度な知識を持ち合わせていた可能性があります。まあつくもの可能性がまだあるな。もともとでつくもをちょっと疑ってたんだけど、さすがにそんなわけないんだけどね。もしくはそういった人材を抱えているかだな。そういえば、また高梨さんがパパ活をしていた理由ですが、調査の結果彼女の動機が発覚しましたね。そうね、糸倉ね。うわーすごい。なんかJK だらけ。糸倉さん、糸倉さんなんか一番可愛いまでなんかあるんだけどね。突きつける、ちょっときつい顔でね。そう、糸倉こと子だ。糸倉は半年ほど前、文化祭実行委員で委員長を務めていた。高梨も実行委員の一員だったんだ。だが糸倉の先生的な振る舞いに実行委員のメンバーは次第に愛想を尽かし、反抗的な態度を取るようになっている。まあぼっちになっちゃったってことだね。孤立してしまったと。会議をソース感されたなんてこともあったらしい。ええ、辛かったと思います。かわいそう、頑張ろうとしてたんだけどね。まあちょっとなんか小学校の時あったもんね、なんかちょっとリーダーシップをね測ってこう男子みたいなね。まあちょっとそういうのはうざがられるみたいなのはまああったかもしんないな。そういうこと、結果文化祭は大失敗。糸倉さんは以来不登校になってしまったんです。こうしてダンス部のパパ活女子の正体は明らかになったわけですが、事件はまだ終わりではありませんでした。踊るウサギなる人物がライバル校ののりづきさんに暴行依頼を行ったことが分かったのです。あったねこれ。部活の顧問だったんだよなこれ。こいつですよ。こいつとんでもないと思うね普通に。はい、そう、ダンス部顧問の米角がのりづきゆりへの暴行依頼を行った犯人だったんだ。ありましたね。でこの榊場っていうこの右のデブ、まあ京浜同盟の幹部ですね。元京浜同盟か。プロフェッサーが仕事を引き受ける基準はお金ではないということですね。
あ、プロフェッサーが仕事を選ぶ上での基準が何なのか気になるところだな、っていうのがダンス部で分かったことですね。よし、これで一通りの情報を整理できたかな。やはり残された謎はプロフェッサーが8名の清涼星を指名し飛行に導こうとした動機ですね。ああ、8名のうち1名は判明している、ロボット部の車崎くん。ここにプロフェッサーから直接アプローチがあった6名を加えれば、1人足りないな。まだもう1人いんの？天沢さん、あなたじゃないだろうな。あと1人か。ということは、私たちの推理が正しかったとして残り1人、プロフェッサーによって飛行に走らされた生徒がいるはず。天沢さんじゃないだろうな。問題はそれが誰なのかな。もしかしたらその生徒はすでに飛行に巻き込まれているのかもしれない。俺たちが気づいてないだけで。え、誰なんだろう。まあ強いて言うなら天沢さん、糸倉さん、あと天沢の弟がもしかして実はなんか関わらさせられてたりとか。残り1人、一刻も早く明らかにしないと。え、誰なんだろう。偉人町プロフェッサー事件。電話だ。あ、弟か？ケント。もしもし、どうしたの？あ、姉ちゃん、今どこ？部室だけど、八神さんも一緒。八神さんも？ちょうどいいや。実は今、駅前のポッポにいるんだけど、困ったことになってさ。ねえ。コンビニね、ポッポ。それが、おい、てめえ。あ、やべ。ケント？ケントが巻き込まれてるじゃないか。ちょ、ごめん、後でかけ直す。ちょっと。これは駅前のポッポに行った方が良さそうだな。なんなの？大丈夫か？いえ。わかりません。ケント、何かトラブルに巻き込まれたようです。まずいな。場所は？駅前のポッポと言ってました。すぐに向かおう。は、はい。いやー、こうやってターボがすぐに来てくれるっていうのはいいね。何かトラブルあったらすぐ全部解決してくれるわけでしょ？さて、着きました。ポッポでホット。八神さん。私は店員さんに聞いていきます。振り込め下げとかかな、コンビニ。俺は周囲を見てくる。ん？ん？なんか置いてあるぞ。天沢、あの学生カバンって。あ、ケント君のか？こんなとこにカバン置いてってことはもう連れ去られてるよね。ケントのです。私があげた財布が入ってるから。マジかよ。財布は取られてないんだ。おい、ポッポコロッケグランプリ。これは心配だね、姉ちゃんとしては。俺は店員に話を聞いてくる。あ、まさ、ここは動かないでくれ。はい、任しとけって。もうターボがいれば大体大丈夫だから。そうですか、行方は分かりませんか。なんつってた？どこから駆け寄ったの今、あまさ。八神さん。ケントは30代後半の年上の女性と一緒にいたそうだ。派手な服装の女性だったらしい。そんな女性は今まで出てきたことはないよね。と、年上の女性と？その女性と一緒にヤクザ風の連中に連れて行かれたらしい。黒塗りの車に押し込まれて。これはなんかパパ活ならぬママ活みたいなのがあったのかな。そんな、まさか新規品同盟が私たちが調査していたから巻き込まれて。今は何とも言えないな。最後の一人だったんでしょう。とにかくケント君の居場所を突き止めよう。なんとか連れて行かれた場所が分かればいいんだけど。どうしたら。なんか家族でさ、一緒にどこにいるか分かるように GPS 情報とか共有してたりしないの？今全員みたいな。え、どこか、え、分かる？残された手がかりはケントを乗っ取したカマンと財布くらいですが、その手がかり使えるかもしれないな。マジで？探偵七つ道具の出番だ。いや、七つはないが。え、た、わかった。ワンちゃん、ワンちゃんだ。久々にワンちゃん使えんの？久々というか使ったことないか。落ち着け、俺、落ち着け。落ち着け。犬出すぞ。来たー。よしよし、かわいい。よし、行こう。色変えました。てか俺、天沢さんとこの犬だったな、もともとランポ。わかるのか。なるほど。あ、ランポ、その手がありましたね。ランポ、しっかり頼むよ、名探偵。かわいい。天沢さんもかわいい。ワンワン、
まあそのね、自分とこの飼い主の匂いだから言えば。ランプどこ？寝かしたぞ。ランプどこ？頼むぞ。ここか。このビルでいかがわしいことされてる可能性があるな。ケント君はここにいるようだな。なんでしょう、ここ。不動産とかいろいろ書いてあるけど。え、話せバカ野郎。ケントの声です。のんきにインターホンを押してる場合じゃなさそうだ。壁から上がんのかと思ったけど、無理やり行くのか。お、あー、やばいやばい。あれか、派手な格好の女って。全然派手じゃないけど、髪は派手だな。ケントくん。んだてめえ。うぇい。勝てるわけないからな。お前らみたいな連中との話し合いなんて無意味だ。まとめて相手してやるからかかってこい。とりあえずぶっ殺せ。あれで行こうかな。検討スタイルで。あの女は何なんだろう。てか、なんで殴られてんだろう。おい。つい。ボコボコだーし。強いな。あ、なくなっちゃった。うい。うい。このスタイルもやっぱ強いな。ボクシング頑張ったかいあったね。えい。さよなら。結構血とか出てんだな、よく見たら。ケント君どうしたの？そしてこの女性は誰？逃げた逃げた。逃がすな逃がすな。ケント君大丈夫か？逃がしていいのか、あいつ。巻き込まれ、何に巻き込まれてんだこの人。八神さん、すいません。とりあえず外に。うわ、誰か来る？来ないか。ヤクザを倒す。やっぱヤクザなんだ。もう帰ってきた。これはお姉ちゃんに絞られそうだな。ごめん。よく謝ってんな、お前。ちょっと。ボクシングの時もそうだろ。謝ってるだけじゃわからない。説明して。実は。うわー、ママ活合ってた。いや、俺適当に言ったら合ってた。てか、ママ活っていう言葉あんのかな、本当に。ママ活だよ。なんだって？ママ活？お金に余裕のある女の人が若い男子にお金払ってデートしてもらう活動。イケメンだからな、ケント君。パパ活の逆か。そしたらあの女、ヤクザの愛人だったみたいで。つつもたせ的な。バカな子。なあ、あの女性とはどうやって知り合ったんだ？その、プロフェッサーだろう。プロフェッサーの裏サイトで。は？は？あなた使ってたの？裏サイト。ごめん。ごめん。ごめんじゃねえよ、お前。ゲーム買いたかったのか？信じられない。私たちがプロフェッサーのことを追っていたっていうのに。ケント君、いつからママ活を？うおー、結構やってる。友達から裏サイトのこと聞いて、なんとなく裏サイトを見て適当に書き込みしてたら、ある日プロフェッサーからプライベートメッセージが来たんだ。君の容姿とコミュニケーション能力については噂に聞いている。君なら簡単にお小遣いを稼げるはずだって。やっぱイケメンなんだな。まったく。その誘惑に乗っちまったってわけか。そういえば、八神さん、プロフェッサーが飛行に走らせるよう計画をしていたのって8名でしたよね。ああ。7名までは推測できたが、残りの1名が謎だったな。ということは、ケントのことなのでは？まあな。そうかもしれない。ママ活。怒られるぞ、これ、姉ちゃんに。ケントの写真貼られるぞ。ケントの写真は持ってんだ。なんで持ってんの？え？なんで拡大してコピーされてんの？え、俺？ああ、全部でちょうど8名。これで人数の辻褄は合う。いいねー。なあ。天沢、謎だったプロフェッサーの動機、8名が揃ったことで推測できないかな。え、できんの？できると思います。早速やってみましょう。まず、プロフェッサーの動機は金じゃないはずだ。だとしたらどんな動機が考えられるか。うんうん、お金以外の動機というと、思想的な犯行、猟奇趣味的動機、怨恨、いろいろと考えられそうだが。天沢、なんだろうな。仮にこの8名の生徒の飛行を俺たちが構成できなかったとしたら、彼らはどうなっていたと思う？ママ活も危ない目に遭っていただろうし、当然飛行を続けたはずですよね。ああ、
だがそうなると、いつか非行が発覚していた可能性が高い。犯行は繰り返されるほどに発覚のリスクが高まるからな。どの非行にしても警察が本腰入れて捜査しだしたら、あとは時間の問題だったはず。こいつらを逮捕させたかったってこと？うんうん、確かにそうですね。ということはチート行為逮捕されるかな。ああ、ゲームのチート行為、その先にどんな結果が待っていたのか予測がつく。補導されてた、これね、正体後悔したはず。彼らは補導されていた可能性が高い。うんうん、確かにそうですね。補導され退学、下手したら刑事事件にまで発覚発展した可能性も。ママ活も行くのかな。まあ学校には怒られるだろうね、それが狙いだとしたら。結構悪いやつなんだな、実はいいやつみたいなさ考えもちょっとあったんだけど。でも今のママ活とかもな、つまり悪いやつか。8名の生徒を非行に走らせドロップアウトさせることがプロフェッサーの目的だったと。 あくまで仮説だけどな。なるほど。ですが筋は通りますね。天沢、この仮説をもとに8名の生徒の共通点を考えてみるんだ。そこから動機が浮かび上がってくるかもしれない。なんだろうな、まあ、全体的に能力持ってリア充的な感じですよね。ダンス部の一番ダンス上手い人、そして生徒会長、右のやつ誰だっけ。あ、でもあれだな、ゲーム部の車崎くんは別にそうでもないな。全体的に、いやてかあのゲーム部とロボット部は別にそんなにイケてる感じではなさそうだけど、うん、共通点かある。全員髪が黒いぐらい。この8名の生徒は何を基準に選ばれた。みんななんか能力は持ってんのかなって。あれ、このメンバー、おっ、俺ちょっと分かっちゃったかもしれん。え、違うかな、え、違うかな、え、もしかして文化祭の実行委員、元実行委員とかじゃないよね。糸倉さんが犯人ってことないよね。え、それは予想してないぞマジで。ケントも実行委員だよな確か。いや偶然だよな。ケント君、車先もそうじゃなかった確か。何か気づいたのか。いや、糸倉共通点って言うから俺も考えてみたんだけど。いやー、はは、偶然だよな。俺推理とか得意じゃないし、糸倉ってパソコン得意だぞ。マジか。ねえ、いいから行ってみて。えっとこの8名なんだけど、実は全員、うわー、糸倉なのか。うーわ、それは分かんない。そっか、意外な人物、こういうね、なんか犯人とかね、そういうのって意外な人物っていうのはもう子供か女の人かなんですよね。もう二個とも行くからね、それ糸倉は。元文化祭実行委員なんだよね。糸倉。糸倉は、糸倉はロボット部に参加した時には、まあ、結構プログラムとか得意だったんですよ。なんだって。ケント。間違いないの？確か写真が。あった、これ。うわー、もうこれ完全に糸倉じゃん。いや、あいつもやってたの。あいつ、え？ボクシング部の、やってボクシング部参加するかな。あーでも確かに、じゃあソース感したメンバーたちってことか。すげー、ピキーン、これ嫌な点と点が、点と点がつながった。そんな、2人とも名探偵が。矢上さん、これって、ああ分かったかもしれない。8名の生徒を非行に走らせる動機を持ち得る人物が、つまり自分がね、まあ不登校になってるにもかかわらず楽しく学校生活をしているのは許せない。それは動機にはなりますね。これまでの明らかにしてきた全ての事実が一本の線につながるんだ。どういうこと。まずプロフェッサーの動機だが、おそらく復讐である可能性が高い。そうですね、退学や補導させることが目的だったとすると復讐という動機がとてもしっくりきます。またプロフェッサーはネットワークやプログラミングに関する高度な知識を持っていたと推測できる。ダークウェブに裏サイトを作ったり、チートツールを開発したり、賭博サイトを運営していたからな。でも京浜同盟と関わってるってやばいな。新京浜同盟の子がそんなプロフェッサーの高いスキルに目をつけ手を組んだんだろう。
ガールズバーに通っていた不良生徒芦原絆は古賀に会った際重要な一言を聞いている。ガキめと言っていたらしい。そして何より文化祭実行委員の中で一人だけプロフェッサーの計画で飛行に走らされていない人物がいる。その人物は元文化祭実行委員のメンバーに復讐心を持ちうる人物であり、なおかつネットワークやプログラミングに関する高度な知識を持っていてもおかしくない人物だ。つまりプロフェッサーの正体は、うわー、いたー。いやまさか、いや顔のグラフィックがよくできてると思ったんだよな、ね、所さん。これはマジでね、1ミリも予想してなかったな。すべて条件に当てはまる。つまりそう、プロフェッサーの正体は糸倉琴子である可能性が高い。え、糸倉って、いいか、彼女はおよそ半年前文化祭実行委員で大きな挫折を味わったんだ。周りのメンバーは彼女の先生的な態度に反感を抱き非協力的になり会議をボイコットまでしたらしい。結果文化祭は失敗し彼女は不登校になるくらい追い込まれてしまった。自分を追い込んだ文化祭実行委員に恨みを抱いていてもおかしくはない。マジかよ。そんな、ええ、それに糸倉さんは高いコンピューターリテラシーを持っています。商品として売り出せるくらいのミステリートリック辞典をあっという間に作ってしまったり。あったね、ロボット部ではさくら君のプログラミングの面倒まで見ていた。でもさ、プロフェッサーは裏サイトで模試の回答の横流しとかしてたんだぜ。確かにちょっとな、悪用しすぎというか、予備校や学校のパソコンから答案を盗んだってたってことだろ。そんなのハッカーとかじゃないと無理だって。できるってことじゃない。そのことだけど、一つ気になっていたことがあったの。当時は些細な違和感だったんだけど、何か心当たりが。ボクシングジムへの潜入の際、糸倉さんが押し切り不動の写真を週刊誌の記事から見つけてきてくれましたね。そう、あった、そんなこともあったな。ですが最近調べてみたところ、該当する記事は数年前にクレームがあって閲覧不可になっていたそうなんです。なんだって。それをハッキングで手に入れたってことか、同じ写真が他のサイトにないか探してみましたが、転載された記事も徹底的に消されているようでした。逆になんで糸倉さんは手伝ってくれるんだろうね、それを。不動のことも、おそらく当時近江連合が圧力をかけたんだと思います。だから外部の人間が手に入れられるわけがないんです。週刊誌のデータベースに侵入でもしない限り。つまりハッキング能力があると。糸倉には高度なハッキング能力まであったってことか、おそらく押し切り不動の存在は辻殴りの正体に迫る上で重要な手がかりになっていました。そうね、もしも糸倉さんが押し切り君の犯行が発覚し補導されるように仕向けていたとしたら、まさかそこまで考えて。ですが、でも私には信じることができません。だって糸倉さんは。糸倉を呼び出そう。それであいつを問いただして笑い話で終わればそれでいい。そうね、いや終わんないけどね、やってることが。結構いつもならそろそろ来る頃です、連絡してみます。糸倉さん、これでもね、普通にプレイしてて予想できた人いんのかな。まあでももしかしたら解ける人は解けたかもしれんな。用事って、わっ解いてますよ。あなたでしょ。顔のグラフィックがちょっと普通のキャラクターにしては良すぎます。モブキャラクターにしては。お、糸倉来たか。実はちょっとお前と話したいことがあってな。どうするんだろう。まさか糸倉と殴り合いするわけないからな。おい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 、何ゆっくりしてんだ。すっと追いかけ、すっと。え、え、え、なんで、なんだ、くそ、開かないぞ。そんな、外から鍵、ここ元倉庫だから。まさか。それじゃあこうなることを予測して鍵を持ってきていたのか。やるな、弱そうなタックル。弱そう、もっとフィジカル強めにやってよ。くっ、あれは、あれも外からは鍵とかないから
あれもできないか。うおお、体育倉庫閉じ込めとか怖いな、そう考えると。おお、すげえスタッていった。もういないのかな。夜になってる。散々会議してたからな。糸倉は？いや、もう見つけられないし。めっちゃ自販機で何買うか悩んでる生徒いるな。君知らないかい？君、さっきここから女の子が出てきたよな。2年生の糸倉琴子。あ、はい、出てきましたよ、みたいな。糸倉さん？あ、ああ、見ましたけど。どっち行った？校門から外に出て行きましたよ。外か。ありがとう。本当に外なのか？かわ、なんか買収されてない？君、大丈夫か？どうやって探すんだろう。見つけようないよな。時間食っちまった。糸倉は？矢上さん！あ、見えた？あれ？え？え？え？普通にいる。普通にいる。もっと離れればいいのに。飛び降りたりせんだろうな。ねえ。ケント、あなたは下がってて。多分いない方がいいと思うから。そうね。当事者だからね。あ、うん。そうだよな。わかったよ。気まずいらしいからな。いやー、まさかな。なんか悲しいよな。糸倉。慣れない運動なんてするもんじゃないね。フルボイス。中庭走っただけでもう無理。文学少女だからな、この人は。話を聞いてくれるか。糸倉さん。察しのいいあなたのことだから、物質の状態を見ただけで私たちが何を話すつもりか分かったんでしょ。でも現時点では仮説に過ぎない。私はあなたがプロフェッサーだったなんて信じたくないの。いや、めちゃくちゃ意外な事実だわ。ないところ。飛行生徒の一人だと思ったからな。俺たちの推理が間違ってるなら否定してくれるか。どうなんだ。否定しないんだろうな。うるさいな。探偵が自分の推理に自信を持てないなんてさ。そう、私がプロフェッサー。うお、元文化祭実行委員の生徒たちを飛行に導いた張本人だよ。すげえ。嘘。こっちのシナリオもびっくりすんな。可能性を排除。何その角度。残された可能性は、それがどんなにありえなさそうに思えても真実に他ならない。シャーロック・ホームズか。天沢先輩かっこいい。探偵なら真実に向き合わなくっちゃ。どうして、あなたミスケンで楽しそうに過ごしてたでしょ。そうね、なんでミスケンに入ったりしたんだろうな。なんで。ちょっと手伝ってくれたりね、他のやつも。話してくれ、どうしてお前はあんなことを。許せなかったんじゃない。最初はずっと家にいて暇だったから、なんとなく裏サイトを立ち上げてみただけ。そしたらいろんなやつが書き込みするようになって。なんとなくでよく作れるな。親や教師に不満を持っているやつ、楽して稼ぎたいやつ、ムカつくクラスメートにバレずに復讐したいやつ、私がそんな連中の望みを叶えるプランや手段を提供してあげてたら、なんか評判になっちゃってね。いつの間にかプロフェッサーなんて呼ばれるようになってたんだ。かっこいいなこれ。文化祭実行委員のメンバーをプロフェッサーは JK だった。飛行に走らせるよう計画したのは復讐が目的。まあそうだろうね。復讐？まあそうかな。嫌な奴らを排除すれば学校に戻りやすいって思ったからね。だけどもどうでもいい。え？そんなことは。お待たせしてしまいましたね。うわー、出たぞ最後の神経品同盟。子が。子が遅いよ。申し訳ありません。すげえ、引き得てねえもう使えてんだな。子がは、子がを呼びつけていたのか。いやでも余裕よ。どうやら時間稼ぎをしていたようですね。なるほどね。子が落ちたな。女子高生にたからなきゃいけないほど金に困ってんのかよ。本当だよ、うん、虎の牙も折れたな。やれやれ、あなたという人は見た目や年齢でしか
物事を判断できないようです、ね、お前ガキめとか言ってただろ。彼女のハッカーとしての能力はすでに一級のものだ。福本どっちがすごいんだ。我々はその能力に惚れ込んだからこそ付き従っているのです。超高校級のプログラマーなのか。女子高生からどうのこうのという次元では考えていない。まあ狭い価値観でしか考えられない。あなたのような人間には理解できないかもしれません。どんだけの広い価値観というか広い世界してると思うんだ。そもそもこっちはハッカーの世界に年齢など関係ありません。例えばアメリカでは国防省が自身の公式サイトをハッキングした高校生を表彰さえしています、普通はありえないもんな。そんなこと。暗号通貨の詐欺によって16歳の少年が数千万円を稼いだ事件もありましたね。暗号通貨な、意味わかんないよな。南米では犯罪組織が子供たちにハッカーとしての訓練を施しているなんて話も聞きます。それほどまでによくハッカーとしての才能は若くして花開くものなんです。よっぽど女子高生使えているの。落ちたなって言われたのが悔しいんだろうな。めっちゃ喋んなお前。新京浜同盟をさらに大きく飛躍させていくつもりです。パソコンの能力はってのは大事だもんな。さらに大きく飛躍させる。そうだ、お前わはざん何を企んでる。飛行の支援なんかで満足するはずがねえとは思ってたが、ダークウェブにブラックマーケットを作る。ブラックマーケット、それが我々の次なる計画。なんだブラックマーケットって。賭博サイトや裏サイトはそのための下準備。人身売買とかそういう感じ。ブラックマーケットだと薬とか。私の会社古賀商会では、古賀商会数年前より銃器などのアンダーグラウンドな商品。龍が如くとかそういう系って薬は出ないんだよな絶対。そういえば鴨の町でも一般人に拳銃を売りさばいていたな。あったねそんなこと。ですが現実の地下経済のマーケットはすでに飽和状態です。怖いな。我々のような新参者が既存の勢力の間に割って入ることは難しい。だがダークウェブにはまだ未踏の大地が広がっている、うん、その上ダークウェブは秘匿性と匿名性が極めて高いにもかかわらず、日本にはまだ決定的なプラットフォーマーがいないのです。ネットでやばい商売してるとかないのか。我々のような裏社会の人間にとってのブルーオーシャンと言えるのです。もうダークだったりブルーだったりうざいなあいつ。これはお前が望んだことなのか。コガみたいな半グレと手を組むことが。違うだろ、ドクラさん。そういう子じゃないでしょ。はぶったりはぶられたり、もうそういうのにはうんざりなの。あの日からずっとこの学校いじめ多いからな。そう思っていた。いじめしかないからなこの学校。かわいそう、あの強気な顔の糸倉さんが。やはり文化祭実行委員のことまだ引きずっていたのか。まあ、結局まあ今回のロストジャッジメントのテーマはまあいじめとかそういうことなんだね。その一体側、一人に孤立した側とどうのこうのっていうね、やつですよね。大事なとこどうのこうのって言っちゃった俺。会社に入った後もこの先ずっとそんな悩みが続くと思うと吐き気がする。会社でも孤立しそうだな糸倉さん。怖がって他人に気を使ってずっと我慢して苦しんで生きていくなんて。だから私は手に入れたの。必死になって勉強して、それはすごいことだ。一人で生きていける力を。17歳にしてハッキングの能力がもうある。さあプロフェッサー、そろそろ。ほら震えてるよ。そうはさせねえぞ。どうぞ冷えますから。優しい、それは優しい。そういう震えじゃないだろ。待たせたね、行こう。かっこいい。進めるから。かっこいいな。なんか待てよ。ちょ待てよ。本当にいいのか、そいつらと一緒に行っちまって。もう決めたことだから。八神さん、これ以上邪魔立てしない方がいい。うわ、あなたの隣にいる女の子が
どうなっても知りません。この場だけだったら守れんだけどな。うわー、いやこれはもう嫌でしょ。糸倉さん的にも追いかけてくるようなら、その子の額に一瞬にして穴が開くことでしょ。やばいやばいやばい。くそ、糸倉さん、どうして。糸倉さん震えてたよ。糸倉さん、ああもう車乗って行っちゃうのか。どうするんだろうこれ。でどうすんのこれ、糸倉さんをどう助ければいいの。八神さん、どうしたらいいのでしょう。あいつ震えてた。あの、どういうことですか。本当はやりたくないよ。とにかく俺は糸倉を。戻ってきてくれるでしょうか。糸倉さんは彼らと行くことを望んでいたようですし。違うよきっと。説得してみるさ。裏社会の連中なんかと関わったらおしまいだ。天沢、部員が道を誤ろうとしているなら放っておくわけにはいかない。俺はミスケンの顧問なんだからな。ミスケンの一員だからね。そうでしたね、糸倉さんもミスケンですから。それともう一つ、天沢、大事なことを忘れてる。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしだろ。おい、出た金田一少年への痛烈なディス。そうでしたね、弱気になっちゃダメですよね。一度部室に戻ろう。すぐ部室に戻るなあの部室位置関係とかもなんか嫌いなんだよ。遠いし。俺もうみんなで謝りに行こうよ。あ、全員でさ。行っちまった。神経品同盟の小賀ってやつに連れられて。なんで誘拐、うん、いえ、糸倉さん本人も望んでるようだった。どうするの。放っていくわけにはいかない。そっか、みんなで帰ってこいよって言う準備しろお前ら、ケント。 そっか、まあそうだよね。どうするんだ、糸倉のやつどこに行ったんだろう。やっぱ半グレのアジトとか。いや、ロボット部での調査の時、やつらのアジトらしき場所を突き止めたことがある。そこかな。ああ俺に場所がバレてる。すでに拠点を移してる可能性が高いな。そっか。だが、ただ一つだけ手がかりがある。実はあの車のナンバー覚えておいた。あ、これはつくもだ。こっちのハッカーを使うしかない。念のためにな。だがナンバーが分かったところで警察でもなければ追いようがない。未成年の誘拐ってことで。いや、それは最終手段だ。通報したら糸倉がやったことも問題にならざるを得ない。事件が起こる前に。手分けして探します。神経品同盟が偉人町を拠点にしているなら探す範囲は限られています。いや、そうね、そうだよね。ん、いや、その方法ありかもしれない。ナンバープレートが分かってるんだ。だったらあるずだ、糸倉の乗せられた車の行方を知る方法が。つくもじゃない。俺の知り合いにつくもというスーパーハカーがいる。まさか。あ、つくもさんですか。あいつに頼んでみよう。道路には車のナンバープレートを撮影し記録する警察の監視カメラが多数設置されてる。そういうなんか法則とかにあるって聞くよね。それをハッキングしてもらえば。うーん、無理じゃないんだよな。うーん、ま、それもそうか。え、ダメなの。警察の監視カメラの設置場所は国道や主要施設などある程度限られていると物の本で読んだことがあります。詳しいな。人海か。うーん、あ、違うんだ。つくもハッカーにはハッカーぶつけるんだよって思ったんだけどな。糸倉に連絡つくわけねえだろこれ。行け。とっておきの方法がある。みんなの力を借りよう。みんな、みんなの力役に立つかな。俺が高齢まで関わってきたコミュニティの生徒たちみんなだ。3人じゃ広い偉人町でも数十人ならそうでもない。人海戦術だよ。みんなこれは力になってくれるよ、ダンス部とか。その手がありましたか。確かに車のナンバーが分かってるんだ。大人数で偉人町を探し回れば全てを解決しよう、みんなの力で。激アツだなマジで。こっちもマジでエンディングに近づいてきましたね。お、
いるね。暴走族のやつらも全員呼ぼうよ。相当な人数だよ。おみんなカジノ部までいる。こんな夜中にすまない。やるしかねえぞ。事前に伝えた通り、警察には協力を仰げない。だからこそみんなの協力が必要なんだ。ここにいる大体のやつらのせいだぞ。糸倉さんのが困ってんだよ。糸倉を救うためではあるんだが、すまん、今は事情を話せない。飛行に走らせたっていうのは言わない方がいいからな。偶然かな。関係ねえやつもいるが、ここにはなぜか元文化祭実行委員が揃ってる。すごい、さすが分かってんな。糸倉ことこを除いてな。で、その糸倉ことこは文化祭実行委員長だった。頭に回るね。そういえばあんたはプロフェッサーってやつをずっと追ってた。すごい頭いい。今回の件もそれと関係してんのか。してるね。さすが元優等生、察しがいいな。無関係じゃない。そして元文化祭実行委員のメンバーは今回の事態に責任がないとは言えない。だからやれ。そうか。およくわからねえが、糸倉のことずっと引っかかってた。おお、責任を取らなきゃならない。さすが男前。そう思ってた。モトクロス頑張ってるかお前。ずっと気になってた。ロボ部でも結局謝れてないし。そうね。なあ、言うても俺ほとんど実行委員に顔出しとんね。そうだろうね。幽霊部員みたいなもんや。お前が出てると思えないもん。くじ引きで選ばれただけやし。そこ気になってたよ。押切君だって最初は実行委員に顔出してたでしょ。お菓子だけ食べて帰ってたけど。パパ活女子。せやったか。そうだよ。それにコトコに対して態度悪かったし。押切君ずっと不機嫌でコトコの指示最初から無視してたよね。おいお前ダメやぞそういうこと。せやったか。そういうとこ親父。うん。ね、親父にバカにできないぞそれ。みんな女に弱い。あんなに強いのに。頼みたいことは一つ。今からみんなに車のナンバーを教える。手分けして偉人町でそのナンバーの車を探してほしい、うん、黒塗りのセダンだ。それとこの作戦には人手がいる。部活のメンバー使え全員。偉人町を探し回る必要があるからな。できれば仲間にも呼びかけてほしい。八神だったら任せてくれ。まさかあんたのためならメイドインヘブン再結集させるぜ。まあそれはね。それは頼もしい。ヤガミの言うことは聞くだろうかな。我々ロボ部も全面的に協力します。あ、いたんだ。糸倉は大事な部員ですから。清涼ラビッツのみんなだって。わー泣いちゃう。全部やってきたやつだから。助けますよ。みんな偉人町で遊び慣れてますから。隅々まで知り尽くしてます。創作なら任せてください。ダンス楽しかったね。起手川、西園、ありがとう。ありがとう。それじゃあみんな見つけたらすぐに連絡を頼む。ガールズバーのやつ役に立たなそうだな。一人だし。でもなんか匂いで嗅ぎ分けたりできんのかな。あ、糸倉先輩が行方不明ってどういうことですか。こいつ糸倉に懐いてるやつ。だが今はこいつもいいやつになったんだよこの部長。それにこれは部員の危機。どんな事情があろうと全力で取り組むべきだ。頑張りましょう。そうですね。後ろでめっちゃ待機してる暴走族。沖田川、作戦は？俺たちは俺たちのやり方でやる。うお、作戦はかっこいい。清涼ラビッツ、今日はマジで必死に探すよ。たまらん。わあ。の、ホームステップラビッツ。ラビッツ。おお。いやこのなんか集大成感たまらん。なんだって？プロフェッサー。プロフェッサーや。プロフォー。こいつら意外と弱いんだよな。バカ野郎、横文字はやめろ。日本男児なら日本ボクシングがもう横文字だろ。なんでやねん。頼むよ。メイドインヘブン、一夜限りの復活だ。気合い入れていくぞ。ぶつけたよこいつら全員に。俺はバイクを頼んだぞ。みんなありがとう。たまらんなマジで。八神さん、俺も空手部のやつらや友達の女の子に協力してもらうよ。うざいやつだなお前。空手部のやつらだけでいいだろ。だけど詳細は避けてくれよ。分かってる八神さん。ママ活男子。
私も彼らとは別のアプローチで調査してみます。なんだそれ。糸倉さんのご両親です。もしかしたら糸倉さんを説得してくれるかもしれません。両親に言うのいいかなそれ。ええ、そこはご両親の様子を伺いながら理解を得られそうならですかね。そうか、わかった。ではターボーどうする。さて、俺は以前ロボ部への潜入の時に見つけた心筋肥大部のアジトを見に行ってみるか。山川タオルの看板のビルね。いやー、もう集大成感がたまらねー。さて来ましたけど、何か情報あるかな。一応中も確認してみるか。まあなんか新しいアジトの情報みたいなのがね、残されてるかもしれんからな。やはり物気の殻だ。このアジトはすでに発見されてるからな。矢神見つかっただけでアジトも変えるかな。やはりここは外れだったか。え、なんで。古賀さんの言った通りだ。やっぱり現れたか矢神。勝てんのかお前ら。神経異動目もボコボコにしたしさ、 RK もねボコボコにしてるんですよこれ。古賀さんの命令だ。死んでもらうぞ。さっと終わらそう。いいよいいよ。この牽引スタイル強いね。ほとんどダメージ受けない。うわっ、いっぱい来んな。これあいつらじゃない、あのボクシング部の、ボクシングのやつら。キリがね。えっ、ああ、みんザコも来んのか。ザコてかね、中ボスも来んのか。ザコばかりじゃ面白くねえだろ矢神さんよ。ちっ、めんどくさいやつまで来ちまったな。見たてめえ。うわっ、来るか。ああ、助けに来てくれた。いけるか。悲しいね。リンチャよくないね。君なりは指導が必要かな。来てくれたか。いやでもあいつがいるから、ケンヤがいるから絶対余裕だよ。貴様らプロゴルファーだかプロレスラーだか知らねえかな。プロフェッサーですね。へい。横から T シャツは脱げないだろ。チャンピオンだから、もともと東太平洋の。わた東洋太平洋ライト級チャンプ、驚きこう。この俺が貴様らをまとめてぶちのめしてくれな。ちゃん喧嘩してもええんか。おう、矢神のためだ、構わねえ。うるせえ。いや、たまんないなこれ。今まで頑張ってきたやつがなんか報われんの一番泣けんのよ。頼んだぞ。え、これは俺、これは俺なあ。ああ、いるよね、あんたの相手は俺や。お前なら余裕よ、絶対余裕よ。ケンヤくん。元気そうだな。父離れができてちょっと大人になったか。親父は、あいつはもうダメだ。君にやられたのがよっぽどショックだったみたいでね。毎日叫びたり、しかも酒飲むと泣き上戸になるんだあの野郎。嫁と息子に逃げられて寂しい寂しいってな。何親父が。まそんなことはどうでもいい。今日は矢神さんと金谷くん二人一緒に相手できるなんてな、最高に楽しい喧嘩になりそうだぜ。いや勝手にやってよ、ケンヤ君がやっつけといてよ。ん？あ、逃げてる。あ、ナイス、頼んだよ。てめえ、じゃあな、お前らと遊んでる場合じゃねえんだ。おすきり、みんな悪いがここは頼んだ。たまらんな。おい筋肉バカ、あんたの相手は俺一人で十分や。いや、こいつ強いからな。俺は負けへん。ボクシングで戦うんだろうな今度は。来いよ。なめてるねケンヤ君、後で泣きべそ書いても知らねえぞ。いやまず絶対ケンヤの方が強いと思うけどね。だってプロボクサーよりもね、チャンピオンに強いわけだから。さて手がかりが途切れちまったな。お、なんかある、見つけた。ん、西園かな、ダンス部で、ね、西園。はい、矢神さん。もしもし矢神さん、見つけましたよ例のナンバーの車。なんだ理由の。はい、百景孤児ビルの前で怒り持って感じの危ない人が立ってます。うわー、ナイス。パパ活女子映り込んでる。あの、ひとまずおしゃべりするふりしながら見張ってみます。矢神さんすぐに来られます。ああ有能だな。探してくれるみんなに連絡してくれ。はい、みんなの連絡先知ってんのか。よし、現地に向かうぞ。おーい、来たぞ。どこにいんの。
西野の高梨。あ、ここに泊まってんだ。よく見つけたね。写真に写っていたサングラスのどこ？部下に任せてどこかに行ったみたいです。そうか、よかった。あいつがいたら厄介だ。ねえ八神さん、明かりがついてるのは3階のあの部屋だけですよ。あそこにコトコが。ああ、多分ね。あの八神さん、どうするつもりですか？3階か、忍び込んでみる。マジであれやんの？ああ、一人の方が都合がいい。糸倉とは話し合いが必要だろうからな。コトコ、一番コトコのこと心配してるからね、高梨さんは。ん、甘さは。両親はどうしたんだろう？もしもし。どうした？もしもし、八神さん、糸倉さんの両親について調べてみました。甘沢、もしかしていないの？お父さんは糸倉さんが中学生の時に交通事故で亡くなってるようです。そういえば以前に高梨が糸倉家は母子家庭だって言ってたな。ええ、ですね。そのお父さんが優秀なプログラマーだったそうです。ネットワークエンジニアという仕事をしていたそうで。それで詳しいのか。子供の頃からお父さんにプログラムを教わっていたそうなんです。なるほど、そういうことがあったんだね。ちなみにお母様糸倉についてはなんて？実は八神さん、実は今病院にいるんです。ん、お金が必要とか？糸倉さんのお母さん、体が弱いようでもう長いこと入院生活を続けているらしいんですよ。え、そうなのか。はい、もう悲しい背景しかないもん。私、弱っているお母さんを見たら今回のこと話せなくて。いや、いいんだ、やめとこう。だけどお父さんもお母さんも家にいないってことは糸倉って、もう長いこと一人暮らしをしているそうです。寂しいなあ。ん、あれは甘さどうした？すいません、一度切ります。気になるなあ。あれはなんだ？こっちはこっちで忍び込む。今日はありがとう。大丈夫ですか？あ、ここから先は任せてくれ。わかりました。あの八神さん、コトコのことどうかよろしくお願いします。さて、まずは登れそうなところから探そう。目指すは3階だ。まあ、これはもうちゃっちゃっちゃよ。ちゃ、余裕でしたね。さあ糸倉さんはいんのか？罠の可能性あるな。八神さん、突然切ってすいません。何？糸倉さんのお母さんが入院している病院の廊下にいたのですが、怪しい人影を見かけて。え、脅しに使おうとしてんだよな、甲賀が。うわー、京浜同盟の二人いるじゃん、こいつら。新京浜同盟の人たちですよね。甘さん、ありがとう。今時間がないのでまた後で。わかりました。脅されるぞこれ。これ説得するしかないな。どうして糸倉のお母さんの病院に新京浜同盟が？とりあえず糸倉と話し合いに行こう。古賀がいなければいいが。いないと信じよう。これは利用しようとしてんだろうな、結局はね、小娘と思って。ブラックマーケットを作ろうとしてんのか。どうもー、八神でーす。ダボでーす。糸倉。あ、まさかターボーだとは思わなかったのか。え、八神さん、なんで話し合いに来たんだよ。話し合い？ああ、かわいいのいっぱいある。うわ、もう。なるほど。何個もある。外部とも連絡を取れる。別に監禁されてるってわけでもないのか。はあ？話聞きましょう。ちょっと！なあ。脅されるよ、あんた。お母さんが脅しに疲れるよ。糸倉、お前に一つ聞きたかったんだ。ミスケンやロボ部でのことどう思ってたんだ？どっちも楽しそうだったよ。どうって。俺にはお前が結構楽しんでるように見えたんだ。甘沢と一緒にミステリのことを語り合ったり、さくらくんにプログラムを教えたりしてる時のお前は生き生きとしている。ロボ部のみんなと一緒にラーメンを食べに行ったな。あのさ、あったね、そんなこと。動画には残してませんが、人呼ぶよ。糸倉、お前、不登校になって閉じこもっていた頃に比べてすでに大きく一歩を踏み出してたんじゃないのか。糸倉、一人で生きていく力が欲しい。それはそれで結構なことだ。だけどお前はそうじゃない生き方だって選べるはず。
俺にはそう思えるんだ。一歩を踏み出すこと、それは勇気のいることだ。だけど糸倉、お前にはその勇気がある。自分で作った殻をぶち破る勇気がな。戻ってこい、みんなのところに。おお、糸倉さん、みんなも心配してるし、みんなも謝りたいと思ってるよ。もう遅いよ、今さら。遅い？どういう意味だ？やっぱお母さんが脅されてんだ。ん？糸倉？まさか。お前まさか。プロフェッサーの仕事、すべて本当にお前が望んでやったことなのか。確かに最初は文化祭実行委員をドロップアウトさせることが目的だったのかもしれない。だけど、だが本当にそれだけだったのか。そこにお前以外の意思が働いていたんじゃないのか。何？何が言いたいの？証拠がある。お前が第三者の位置でプロフェッサーとしての活動をしてきたという証拠がな。やっぱ結局脅されてるってことなんだね。天沢さんが見つけてきたパズルのピースですよ。今日天沢がお前のお母さんが入院している病院に行ったらしい。勝手なこと。これはお母さんの病室の前の廊下で撮った写真だ。ひどい話だ。ここに写ってるのは新京浜同盟のやつらだ。俺はあいつらの手口をよく知ってる。脅しすかしはお手の物な連中だ。ワンがワンの頃ね、そうだったからな。これまでの飛行を利用した一連の事件、どこまでがお前の意思だったんだ。それは助けてって言え。当たり前だって言うから。あいつらにとって保険みたいなものだよ。保険？私があいつらを裏切ろうとした時の切り札のつもりなんでしょ。震えてるじゃない。だから別に脅迫なんてされてないし。そうなのか。八神さん、新京浜同盟の奴らとの関係は信頼関係とかじゃない。お互いに利用し合ってるだけ。どくらは利用できてんの？私にだってメリットがあるからやってるんだ。多少のリスクは覚悟してる。それじゃあ続けるっていうのか、この活動を。言ったでしょ、私は自分一人で生きていく力を身につけるの。生きていけるでしょ、優秀なプログラマーなんだから。本当にそうか。脅迫されてるんじゃないのか。一人でどうにかしようと思ってるんじゃないだろうな。本当に顧問の先生みたいだな。しつこい。優しいね。本当に人呼ぶよ。私は決めたの、自分の力を使って生きていくって。だからもうとやかく口出ししないでくれる。マジで頑固だな。今日はこれ以上言っても聞いてくれそうにないの。仕方ない、ここは一旦お前まだダメなんだ。最後は自分で選べばいい。だから今日のところは帰るが、助けてほしくなったらいつでも言ってくれ。連絡先はわかるな、すぐに駆けつける。頑固だからな、助けてって言えないだろうな。そう、わかった。大丈夫だろうな。大丈夫か。今助けてって言ってもいいんだぞ。今言ってもいいぞ。糸倉、今なんて言え。ごめん、助けて。やっぱ無理。当たり前だ。糸倉、お前助けて。脅迫されてないなんて嘘。糸倉さん、逃げたらお母さんが殺されちゃう。糸倉さん、助けるぞ。なら最初からそう言えよ。わかった、なんとかしてやる。かっこいい、たまらん。うわー、いやー、ターボは頼もしいな。大丈夫だって思えるもんな。ああ
そうか、助かる。そういうことだからよろしくな。行ってくれたのかな、病院かなんかに。ボクサー集団を。ねえ。誰？ん？まあ、知り合い？なあ。あ、あいつら呼んだの、海藤さんとか呼んだのかな。改めて聞くが、結局どこまでがお前の意思でやったことだったんだ？全部始めたのは私だよ。あんたたちの推測通り復讐のためだった。きっかけはマイカ。あの子が裏サイトにお金を稼ぎたいって書き込んだの。パパ活ね。でもこれも糸倉さんのためだったからな。皮肉だよね。デートのプランからヤバそうな時に逃げる方法まで提案した。騙しそうな男を見繕ってね。高梨がパパ活やってる目的までは知らなかったのか。うん。まさか私の学費を払うためだったなんて、それは思わんよな。それでその後は？マイカ、次第にお客とのトラブルが増えだしたんだ。私もマイカがひどい目に遭うのだけは嫌だったから、用心棒を雇うことにしたの。それで景品同盟か。つまり。まあね。なんか当時のあいつら仕事が全然なかったみたいで、安く仕事を引き受けてくれたんだ。ターボーが潰したからな。だけど小賀たちのやることはその後どんどんエスカレートしていった。飛行の支援も次第に星稜の郊外でもやらされるようになっていってね。最悪。すごいわあいつら。悪事なら次から次へと思いつく。ただの飛行を利用してお金を稼いできちゃうんだから。その頃からかな、プロフェッサーの噂が一人あるってしだして、偉人町の都市伝説みたいになりだしたのは。なあ、糸倉が脅迫されだしたのはいつからだ。同じ頃だよ。古賀たちがやりすぎるもんだから、あいつらのやることに難色を示しだしたら古賀のやつが。でまさかそれでお母さんを人質に取るなんて思わなかった。私は自分のくだらない思いつきのために悪魔と契約しちゃったんだ。糸倉さん、糸倉、一旦ここから出よう。黒幕でありね、ヒロインでもあったな糸倉は。大丈夫なの？さっき何とかするって言ってたけど。なあ、そのことならもう手は打った。お母さんのことも大丈夫だ。え、糸倉行こう。いや頼もしいね本当に。安心感がえぐいのよ。ターボーが大丈夫っつったら。分かった、八神さんを信じるよ。ターボは信じてよろしい。何個事件解決してると思ってんの。殺したって殺されないからな。ウェイウィー、すごすぎ。ドア開ける音で気づくだろ普通。あくびしてる。え、どうした、そんな叫ばんでも。駆けつけられてたか。あー、古賀もいるのか。そんな強ないでしょ。プロフェッサー、どういうつもりです。約束が違うでしょ。脅してるくせに。いいですか、あなたが指名した8名の生徒、彼らの飛行を支援した後は我々の仕事に集中する約束だったはず。うるせえ。約束が違うのはあんたたちもでしょ。勝手にプロフェッサーの名前を語って暴行依頼引き受けたり、ロボ部のことだってあそこまでやれなんて言ってない。そうね、やれやれ。現場判断で動いたと思っていただきたいですね。それにいいんですか。出た、もう完全な脅しですよこれ。大丈夫、もうレスラー集団行ってるから。ボクサー集団だ、レスラー集団。ああ、古賀、そのことだけど多分どうにもならねえと思うぞ。何、で、で、連絡が来たか。古賀さん、病院でその、なんだ、どうした。始まったようだな。海藤さんたち、それともボクサーたち。はあ、こっちの事件は海藤さんたち関わんないのかな。はあ、眠い。たく、いつまで監視しなきゃならねえんだ。腹減ったって言うんだろうな、右のやつ。お腹が減ったよ。でしょうね。あー、こいつらか。ゴースト行くのか。強いもんね。ゴースト、うわっ。なんであいつらがここに。病院で暴れて大丈夫か。入れてくれるこれ病院。なあ、おい、なんだよ。お腹減ってるからあいつ弱そう。また会ったな、ザコキャラ。
幸いここは病院だ。治療してくれる医者ならいくらでもいる。この前みてえに手加減はしねえぞ。手加減？全身の関節逆側に曲がるようにしてやろうか。顔と見た目合わんな。顔と見た目じゃない、見た目と声。お前は見た目通りだな。お前は見た目と声合ってんな。おい、こそい。どうする？やべ、こいつはやべ、マジでやべえんだ。いいね、暴走族集団。応援だ、応援呼ぶぞ。逃がすな、逃がすな。あ、おい、待てよ。逃がすんじゃねえよ。あ、でもここで守ってたらいいか。お前ら、矢神が片付けるまで24時間体制で護衛すっぞ。はい。いやー、いろんなコミュニティがみんな役に立ってる。そういえば、e スポーツ部とかなんか役に立ってんのかな。なんだ。おい、葛西、どういうことだ、説明しろ。病院の周りにもメイドインヘブンの奴らが。ギャー、このニヤって顔がたまらんね。今ボコボコにしよう、こいつ。ヤガミ、こいつのために戦略残しておいてもよかったもんな。お前のおかげだよ、子が。糸倉を利用し散々悪巧みをしてくれたおかげで俺には多くの仲間ができたの。何を言ってるのか分かりませんが。お、やり合うつもりか。出たー、銃はね、戦いに出したら出されちゃ困るのよ。プロフェッサーを返しなさい。どうした？お、ひったくった。これがロボ部がやったことか。ひったくりロボくん。なんだと。ナイス。おお、感電。すげえ、ロボ部ナイス。おお、かっこいい。使い切った。発砲音聞こ。おお、仲間だもんね、これ。起き手が。ナイスフォロー。たまらん、たまらん。こういうのが一番たまらん。首込んだスタンがなんとか動いたみたいな。さくらくんがプログラミングしたんかい。操作がこんなに難しいなんて。八神さんはよくあんなに自由自在に動かせるな。俺がやりました。車崎、俺が動かせました。見たか、車崎、ロボットは死なないんだ。そっか、うん、僕の作ったロボット本当に役に立った。まあこいつは自分の昔作ったロボットがひったくりロボとして、まあ、景品同盟に利用されてて、そのロボ壊したんだけど、まあ実はこうやってね、別の形で役に立ったよってことだね。糸倉さん大丈夫だ。お、己、八神、糸倉、目をつぶれ。おお、花火、照明弾。これロボ、これいるん、こいつ暴走族のメイドインヘブンにいるやつだね。なんか花火打ちまくるやつら。エクスプロージョン、今夜は派手な花火咲かせてやるぜ。たまんねえなー、この集大成。目がまあいつら倒すだけだな。行くぞ。逃げんの、逃げんだ。とりあえず逃げんのか。小賀と戦いそうだけどな。やられてないやつついてこい。いけそうだけどね。全然別に全員相手でもできると思うけどね。相手もいっぱいあるし。ここに来そう。ぜ。もう走るのは勘弁。体力はないんだな。八神さん、これからどうするつもり？小賀が来るはずだ。小賀が？これはもうやっつけなきゃいけないね。もうちょっといたでしょ、他の部活メンバー。まだ役に立ってないやついるから。仲間から引き離すつもりだったようですね。ですが、場所を教えれば彼らもすぐに駆けつける。ボコボコにしたんじゃないの。無駄だと思うぜ。え、何？他のところで何かしてんの。ここは通さねえぜ。 おまわりさんの到着を待つんだな。お前らもおまわりさんに補導されそうだぞ、世紀末野郎。でもあっちもダメなんだろうな。おお。いや、
リーダー今夜のゲグが始まるぜ。迷惑なやつら、こいつらも全員倒しました。まあ、いろんなところでみんな来ないんだな、なんかあって。恋した相手はアスファルト。ファーストキスは死の味さ。まあ、とりあえずやべえやつらです。レッツゴー、ペルハラ。イエーイ。エンジェルズ、あの世まで飛ばしていこうぜ。やっはー。あんま周り盛り上がってないぞ。横のやつら、まあこんなことがあって誰も来ないと。まさか足止めを。とりあえずお前を怒りゃいいんだよ。諦めろ、子が。八神の強さ知ってるだろうからな。私はあなたの能力を非常に高く評価しています。え、何突然。どうだよ。あなたへのリスペクトの気持ちは本物です。だから戻ってきてほしい。ガキめっつってただろお前。あんたお母さんを人質に取って脅迫してきたでしょ。天敵に毒を入れるとかそんなこと言ってたよね。最低ゴミ、うんこ。悪い癖です。あなたが裏切りはしないかと不安だったのです。は？いいですかプロフェッサー、考えても見てください。仮にあなたが将来一般社会に出たとして、その能力は正当に評価されるまだ普通に言おうとしてんのかお前。いや無理だろそんな。その可能性は限りなく低い。このレベルの能力あったら大丈夫よ。それが表の世界の現実だ。あそこはお互いに足を引っ張り合い叩き合う醜い世界。足を引っ張るのお前だろ。皆同僚や上司に対して角が立たぬよう、嫌われぬよう、常に仮面をかぶって過ごしているんです、うん、そしてそんな風に身を潜めていても、あなたの高い能力に目をつけ刈り取ろうとする者がいつか現れるかもしれない、まあ、お前じゃねえかって思うけど、あなたには今日のお前が言うなすりはここですかです。他の誰よりもここでみんな来ればいいんだよ、これメインメンバーが、文化祭メンバーがごめんって。表の社会で仮面をかぶって生きていく限り、その息苦しさは永遠に終わることがないでしょう。だが我々とならば、あなたはあなたの力を存分に発揮し、誰に気を使うこともなく自由に生きていくことができる。いや普通にただの犯罪行為ですから。そして我々も何を言ってるんだ。そんなあなたの力を必要としているのです。犯罪ですよ普通に。だからプロフェッサー、我々の元に戻ってきてほしい。そんな説得聞くわけないでしょ。生きていく限り人と関わることは避けられない。そんなこと分かってた。ん？お。分かってたけど目を背けてずっと逃げてたんだ。あの日からずっと。もう糸くらい弱くないんだ。だけど八神さんは言ってくれた。私には勇気があるって。勇気？だからもう逃げないことにしたんだ。いいよ。子が、糸倉は心を決めたらしい。お前の言葉はもう届かない。俺はこの子のその決断を全力で支持する顧問としてな。だから糸倉は返してもらうぞ、うん、結局残念です。殴ってくんだろうなこいつ。所詮はガキ、何を言っても無駄だったよ。無理強いをするとパフォーマンスが落ちるので、口説き落としたかったのですが仕方がない。勝てると思ってんのかこっちに。えっ、おお雑魚じゃねえかな。八神、お前を殺して糸倉こと子をもらう。そのガキは一生
私たちの道具として使わせてもらうぞ。やっと半グレらしくなってきたじゃねえか。死ね。ずっと半グレとの戦いだったな。よし、やるぞ。ラスボスだね、言えば。はい、まずはザコから倒す。うい、あ、ザコでも攻撃力ちょっと高いな。うい、うおー、やるね。よし、OK。はい、全員やったぞ。なんか投げた、なんか投げたぞ、こいつ。なんか爆弾みたいなの持ってたんだけど、もうここがお前終わりなんだよ。ういー、今の技やりたいな。なんか小賀にも技あんのかな。おなんかすごい技したな今。よし、オッケー。俺が覚えた最強技、これかっこいい。あ、来るか。おい、やれよ。痛え、なんかやられた。なんかやられた、普通に。でも全然全然ダメージよ。こいつもなんか合気道系なのか。強いな。あの技やりたくない、かっこ悪いから。なんか でも赤点滅させるの怖いっちゃ怖いな。赤点滅しかできない技もあるはあるんだが。おすごい。よし、よっしゃ、いけるぞ。爆弾危ない、爆弾危ないぞ、逃げて。よっしゃ、走れー、トゥイかっこいい終わり。糸倉さん見てたか、腕組んで見てる向こうの方で偉そうに見てる。勝ちましたね。まあ、勝てるわけないからな、効果が。ジャッジアイズで負けてんだから。おのれ。八神さん。お、みんな来た。遅くなったな。あの本田いうやつに手こずってしもうて。あれ、もしかしてもう片付いちゃった？片付きました。八神さん。あ、みんな来た。天沢さん。すべて終わったんですね。今からこいつをコンクリートに詰めて、ね、ああ、海に流すとこです。こいつらどうするの。ドラム缶に入れて海に流しましょう。警察に突き出すとプロフェッサーのことが発覚するかもしれないな。山埋めるか沈めるか。そう、それがいいね。冗談ですよね。沈めます。沈める必要なんてないよ、八神さん。プロフェッサーとして新京浜同盟とやり取りしていた記録は今すべて消したから。じゃあ普通に警察に行くか。突き出しちゃって大丈夫。すげえ、消せるんだ。証拠はすべて抹消済みってわけか。やるな。となると今やプロフェッサーは都市伝説だな。都市伝説。そんなのはないんだよ。裏サイトに願いを書き込むと叶えてくれる人間がいるなんて、警察が信じてくれるとは思えませんね。正体を知っている人がごくわずかですし。さて、海に沈めるか警察に突き出すか。警察の方がマシなんじゃないか。どっちがいい、子が。お、まだやるか。うわ、イエーイ、みんな来てくれてますよ。こっちは通行止めだぜ。くそどうすんの、海行くんか、海行くんか、海行くのか。すごい逃げ方するなあいつもう日本など捨てる。喋るな、喋るな、溺れるぞ。海外だこいつ懲りないな、頑張るな。泳いで海を渡るつもりか。そういえば、すごいな。昔水泳部だったって言ってたけど。そうなんだ。水泳に青春を捧げたって語ってたっけ。それぞれ高校生活があるんだな。水死体として上がってこなきゃいいけど、結局自分から沈みに行くなんて。俺は負けないぞ覚えてやがれ、やがみ。演技大変そうだな。さよならさよなら、子が。
まあでももしかしてね、三部作とかになるかもしんないからね。みんなのおかげだ。ジャッジシリーズ全て出てくるかもな。終わったよ。みんな謝れ一回。よかった、一回謝っとけ。ひとくら先輩、また一緒に部活できますね。あ、謝んのかな。みんなもう分かってるよね、私がみんなに何をしていたか。こいつらが勝手にやっただけだけどね。言うて、ごめん、私責任は取るから。責任、責任。糸倉さん、学校辞めるとか言うなよ。私のやったことは許されることじゃない、だから学校を辞める。やっぱそうなんのか。そんな、学校を辞めてそれでどうするつもりなの。まだ決めてない。専門学校にでも行こうかな。バイトでもしながら。専門学校行く必要あるか、君の能力で。それでどこかの会社に就職できたらいいかな。スキルだこどころか。スキルはあるし。ハイパースキル。そんなの嫌です、やめないでください。ごめんね、さくら。糸倉、お前がいなくなってしまっては困る。ロボ部のな。いや、悲しい。でも、けじめはつけなくっちゃ。じゃないと、私は前に進めない。みんな言え、なんか言え。お、待てよ。何？俺はお前のこと恨んじゃいねえ。そうね、モトクロスの道な、戻ったからね。感謝してる。そう、みんな結局元のいい感じのさやに戻ったんだよな。走る喜びを思い出せたんだからな。そもそもお前を鹿として文化祭実行委員をグダグダにしたのは俺たちだ。お前が責任取って辞めるってなら俺も辞める。おお、そうじゃなきゃ筋が通らねえ。かっこいい。何勝手なことを。みんな行け。そうだよ、その通りだよ。私たちみんなでコトコを追い込んだんだもん。コトコだけが責任取るなんておかしいよ。コトコが辞めるなら私だって辞めるからね。俺も辞める。あんたまたバカなことを。コトコが辞めるなら俺も実況辞めるぞ。バカなことを言えるのはコトコだよ。なんでわかんないの。みんなコトコが悪いだなんて思ってないんだよ。それに、みんな結局な、八神さんたちのやってくれたことを無駄にするつもり。高梨さんの言う通りだよ。糸倉さんが僕たちに悪いと思って辞めるならそれは違うと思う。うん、そうだよ糸倉、みんな責任はあるんだ。つか俺たちの方がよっぽどクソだよ。お前とちゃんと話し合えばよかったのに。ただ鹿として。よかったな。あ、おお、ケントが。そのすまんかった。会議ではなんや発言もせんでポテチばっか食っとって。それと態度も悪かったかもしれへん。せやからこいつ、あんたはやめんで。口とかだと弱いんだな。糸倉さん、学校にいたって前に進めるはずだよ。ここにはあなたを理解してくれる仲間がいるんだから。そうだ。いいの？本当に？糸倉、学校に戻ってこい。みんな、わかった。うおー、よかった。ありがとう。いや、素晴らしいな、こっちのエンディングも。いや、マジで予想できなかった人が犯人だったし、プロフェッサーだったしね。みんなの集大成も見れましたし、もうミスケンのやる
ミスケの顧問としてやるレベルのね仕事量じゃなかったけど、頑張りましたね本当に。ターボーはありがとうございました。これで無事事件は解決だな、ええ、そしてミステリー研究会は再出発です。糸倉さんを改めて迎え入れて、ま、今後ともよろしく。姉ちゃん、これでやっと受験勉強に専念できるな。まあそうだね。あ、そういえば模試が近いんだった。仕方ないな。マサ先輩、なんなら私が模試の回答をクラックして持ってきてあげようか。いいえ、プロフェッサーの力は必要ありません。一応勉強はできる方なんだから、ね、もらっておいた方がいいんじゃない。ライバルの受験生たちは姉ちゃんが事件を追いかけてる間も必死に勉強してたんだし、お前も勉強しろ。お前赤点だろ。大丈夫、きっとね、多分それなりに。天沢、事件は解決したが、大学受験失敗なんてことになったらそれこそ大事件だぞ。真の名探偵ならば事件が起こる前に防ぐべしだったな。いや、これでさ、とりあえずさ、このロストジャッジメントの続編がね3年後ぐらいに出たとして、天沢さんがね、大学生の天沢さんが八神探偵事務所にバイトとして入る、これが素晴らしい流れじゃないか。そこでそれを言うのは反則です。ありそうだけどね、その展開。ミスケンもとうとう終わりますかこれ。いやー、糸倉さんが犯人だとは思わんかったね。それで八神さん、また明日ね。わー、たまらん。手振ってくれた、あの糸倉さんが手を振ってくれた、バイバイしてくれた。また明日か。いい言葉じゃないか。前を向いて歩き出したんだね、ペイントファインダー。おー、最終調査報告。はい、ということで全て終わりました。やったー。いや、長かったけど、これはうん、表と裏のストーリーをね、完全クリアしたと言えるんじゃないでしょうか。同一人物、プロフェッサー。はい、ということで、長くやってきましたロストジャッジメントの実況、ひとまずこちらで、完結とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。まあでもメインとね、まあ裏のメインであるメインストーリー、まあメインのストーリーは、全て攻略したということで、まあね、このゲームすごく面白いんでね、サブストーリーとかもね、普通に一つ一つが面白いんでね、皆さんもぜひ、買ってみてやってみてください。まあ Steam とかにないのがね、もったいないんだけど、まあプレステ4かプレステ5持ってる方はね、ぜひやってみたらどうでしょうか。ということで、続編がねまた出ることを期待しながら、ターボーのロストジャッジメント実況は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。30パートを超える、長期シリーズとなりましたが、またね、こういった、ゲームやりたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ロストジャッジメントでした。